平成12年台風第14号は2000年9月に九州に接近したの朝鮮半島に上陸し西日本から東海地方に被害をもたらした台風である激甚災害に指定された。進路図9月2日にマリアナ諸島近海で発生した台風14号は西に進み12日19時過ぎに沖縄本島を通過した。その後東、シナ海を北東進し、 16日15時に朝鮮半島北東岸で温帯低気圧に変わった。一方で7日頃から本州付近には前線が停滞しており、11日から12日にかけて前線に向かって台風14号の東側を回る断湿気流が流れ込んだため、前線の活動が活発化し、愛知、三重、岐阜県の東海地方を中心に記録的な豪雨となった。 名古屋では11日の飛行水量が平年の9月の活降水量の約2倍となる428ミ、mm、リメートルに達し2日間の合計降水量は567ミ、mm、リメートルとなった。また大雨は静岡県、山梨県にも及びこれらの広い地域で2日間の合計降水量が200から400ミリメートルとなったところもあった。 期間降水量は三重県宮川村で1090ミ、mm、リメートルに達したほか、四国から東海地方にかけて800から1000ミリメートルとなった。また、沖縄県那覇市では最大上位偏差56センチメートルを観測し、当時としては観測史上最大の記録となった。この台風の影響で発生した豪雨による災害は、東海豪雨と呼ばれるようになり、 後に激人災害にも指定された。この台風による災害で、日本では死者10人、行方不明者2人、負傷者118人の人的被害が確認されたほか、重家全壊30棟、半壊176棟、一部損壊185棟、床上浸水22,885棟、床下浸水46,342棟などとなった。 また、被害総額は248億円に上った。台風が上陸した韓国でも、各地で大きな被害が出た。2000年は、台風の日本への接近数が15個と比較的多かった割には、上陸した台風は1個もなかった。しかし、この台風を含め上陸こそしていなくとも本土に、接近した多くの台風による影響は大きかった。ありがとうございます。